はい、皆様こんばんは。三浦みゆきコンサティーナの時間になりました。戻り梅雨みたいな天気ですよね。なんでしょうね、すごい雨が降りすぎですよね。でもね、東京はね、こう降らないんですよ。あまりこうたくさん降ったっていう感じは、特に湾岸の方がなくって、なんかどうかなと思ってるんですけれども、大雨の被害に遭われた方々はお気をつけくださいませね。本当にね、昨日の夜ですね、久々にね、実はすごく綺麗な夕焼けを見たんですよ。綺麗というかね、ちょっとね、毒々しいほどのね、なんか真っ赤な夕焼けでね、びっくりしましたけれども、そういえばね、ずっと雲がこう暑かったので夕焼けすら見たことがなかったと思うんですね。久しぶりの夕焼けだったから、やっぱりね、今日は暑いかなと思ったんですけど、その通りでした。朝からギラギラですよ。気温も結構上がってますので、少なくとも東京は、なかなか、夏らしいといえば夏らしいですね。結構暑い、汗ばんだ一日になりましたけれども、いずれにせよね、こう湿度が高いので、蒸し暑い感じっていうのはこう消えないんですね。この蒸し暑さがなければね、日本の夏もね、そこそこいいかなと思うんですけれどもね。でもね、気温、気候、それからいろいろありますけどもね、自然との問題ですからね、仕方がないと思って、これは何ともどうしようも改善のしようがないので、それはそれで楽しもうかないかなというね、昔の友人ではないけども、雨が大好きというね方がいましたけれども、長靴と傘ですよ。とにかくコレクションもすごかったですからね。そういうこともあるということを思えばね、ある意味で日傘ですね、今度ね、日傘と帽子ですね。キャスケットとかよりはこうどっちかというと幅広いね、つばび色の帽子の方がいいのかもしれませんけれども、それはそれなりに、いい感じですね。今日もね、コロナウイルスが、感染が広がっているようですのでね、皆様お気をつけてって感じですね。はい、今日も30分間お楽しみに。はい、改めましてこんばんは、三浦みゆきです。いろいろね、生活に工夫が必要なのですけれども、どうしてもね、うちでなかなかこう快適に音楽の時間が持てなくてね、環境を少しね変えるべきだなと思ったんですね。それで模様替えをしてみたんですよ。久しぶりです。どのくらいぶりだろうか、何年かぶりじゃないかと思うんですけれどもね、昔は好きでね結構してたんですけれども、この頃はね、どうしたわけか、あまり模様替えをしてないですね。模様替えのできそうな感じではない部屋だっていうのもあるんですけどもね、ピアノはおいそれと動かすことができませんしね、それやこれやで、停滞してたんですけども、もう背に腹は変えられないっていう、こういうふうに言葉を使うかどうかわからないけれども、一つね、ピアノはそのままの場所なんだけれども、大転換をしてみてね、いろいろ変えてみたんですよ。それから変えると同時にですね、掃除もできますよね。いろんなものが出てきました。本当にね、使ってたビーズの玉が転がって出てきたりとか、はたまたね、靴なんかが出てきちゃったね。どうしてこんなところに靴があるのかしらと思うようなものが出てきたりとか、棚の上なんかはね、上の方の棚はね、やっぱりなかなかね、雑巾がけができないっていう、拭けない状態にあったりしてね、あまり真面目な方ではないので、物をどけて拭くっていう風にしなきゃいけないんですよね。それはつくづく感じますね。どけないで拭くとそこだけ見えないからいいだろうっていう根性はいけないですね。でも成功しましたよ。とりあえずはえらく変えたんですね。すごくイメージがね違ったんですね。置いてあった水栽培みたいにして育てている木々なんですけれども、木ですね、あれはね、アイビーとかですから、草か。でもね、場所を変えてみたらね、えらく新鮮な感じになってね、こんなことでこんな風にちょっとね展開できるんだったら、もっと前からやればよかったってちょっとね心配したなと思う部分があるんですけれどもね、なんか
やっぱりこう目新しい感じっていうのはこうちょっとワクワクするものがありますね。目的はもうひたすら生活感をなくすことっていうことだけだったんですけどもね、まあ、まだ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 です。今だから半8割方終わったとこですね。あと残りがどうしても大切なもので、でもしまいきれなくて出てるものがあったりしてね、セロテープとか私結構コピーをねこう貼っつけたりするので重要なんですよね。そんなものがね、これはビジュアル的にはまずいけども大切なものであるということには変わりがないというね、微妙なものばっかり残ってますけどもね、困ったものです。はい、では今日の1曲目をまず聴いていただきましょう。イングリッシュコンスタンティナファンタジーからクリスタルバレー。
イングリッシュコンサティナファンタジーからクリスタルバレーでした。そうですね、これを書いた時と同じ部屋の状況ではなくなったってことですよね。いい感じになりましたよ。あのね、鉄則なんですね。やっぱり見えないかなと思うところですね。例えばピアノの下とかね、本棚の下の方に横積みしてあるとかね、まあ、横積みもね、アートはアートなんですけどもね。例えばその見えないから、ただあのね、ソファーの下とかねに物を入れたりすると、生活感が出てくるんですね。私の部屋の場合ですね。それは分かっていたんですけどもね。でも一応全部どけてみたんですよ。どうしてもどけられないものが置いてあるけども、見えない程度にね。そしたらね、やっぱりあらって感じでした。これだったんだと思ってね。やっぱりこれ入れられるからといって、そこにこうあの収納っぽくね、はめ込んで入れてしまってはダメなんですよね。まあヨーロッパのね、広い部屋というか宮殿みたいなところのピアノの下にね、物なく入ってませんよね。なんかそのまあ世知がない暮らしをして、小さなスペースでこうなんかそれを活用しようと思う気持ちっていうのは、要は実利的であってファンタジックではないっていうことですね。私はそのなんかね、妄想ができそうなね、そういう部屋にいたいんですね。そうじゃないとこう音楽と戦えないっていうね、そういうまあちょっとしたわがままなんだけどもね、それを自分で獲得しようとただもがいて努力をしている最中でございます。コマーシャルに参りましょう。はい、後半になりました。よかれやしかれなんですけれども、やっぱりこう訓練をするっていうことの裏側にはね、結構こう、自分ともう一つ、本当の自分ともう一人の自分がいて、まあそれとの攻め合いですよね。こう攻めてくる、攻める自分っていうのがいないとなかなかね、動かないっていう、まあノルマをね達成するっていうことに対する、その結構こうまあ、マゾっぽいようなね、その絶対自分でやる前はやるまでは動かないぞみたいなね、そういうようなその追い込まれて追い込んでみたいなね、同一人物の中に2人いるみたいな感じっていうのは結構重要なんですけどもね。でも淡々とそれが行われていかないと結局いけないですね。まあ気長じゃないとダメだっていうことと、それからまあ職業もそうだけども、何でも好きなこと以外はできないですのでね。でもね、好きとか嫌いとかはね、もうすでに私は超えちゃってるような気がするんですね。すごく好きかって言ったら、別にもっと好きなものは他にあるかもしれないですよね。だけどこうやらないってことは考えられないっていう状況っていうのがありますね。まあ、そのね、一瞬だけね、線香花火のようにね、カッとね燃えるんですね。それの連続なんだけどもね、一瞬しかないわけじゃなくて、その燃えた時の高温っていうのかな、温度がね一番高いですね、やっぱりね。好きなことでもずっと80度っていうかね、熱いお風呂、熱いお風呂もっとぬるいですけれども、50度、45度っていうのかな。だけどね、一瞬ね、ハッと100度に上がるか、そのね気持ちよさみたいなのがね、結局原動力になってるんじゃないかなって思うところはありますね。まあその温度を上げるための環境としてね、まあ、その一生懸命きれいにしたわけだけども、やっぱりね、最後に残るの紙なんですね。紙をなんとかしないとね。楽譜もたくさんあるんですよ。私ピアノもやってますのでね、そのピアノの楽譜ってものもね、結構デカデカしくあるわけですよ。それをね、やっぱりもう弾かないものはちょっと一応横に下げようよねっていうね、これはなかなか捨てられなくてね、まあ、しまっておこうよねっていうものもありますよね。で、まあ、弾きたいものだけ出しておこうよねっていう、そういう作業を始めるともう延々と時間が経ってしまうっていうね、どうしても仕方がないことなんですけれども、まあ良くも悪くもね、全てトータルノルマなんですね。片付けるのも、きれいにするのも、練習するのも、いなノルマですね。この暑い夏です、ましてコロナ禍でね、こういう時には自宅仕事としてはぴったりなんですけれどもね、
お部屋で練習するのが明日からですね。今日も帰りやるかな、よく帰ってね、楽しみですね。あと照明が重要ですね。照明はできるだけ間接照明ですね。もともと天井に照明はあまり持たないタイプのお家なので、まあ、ライト置かないと仕方がないっていうのがあるんですけどもね。はい、では今日の2曲目を参りましょう。実はですね、1曲目におかけいたしましたイングリッシュコンサティーナファンタジーのね、クリスタルバレーもね、一番最初の曲なんですよ、このアルバムのね。ですのでこのアルマンダインの方の、こちらも一番最初の曲を今日は聴いていただこうと思います。アルマンダインからアルマンダイン。アルマンダインからアルマンダインでした、結構好きな曲なんですけどもね、皆様にも愛していただける曲のような気がいたします。この時期ですね、結構体調崩される方も多くてね、困ってしまいますよね。それもね、コロナウイルス感染者ではなくてね、例えばクーラーがかかりすぎてますのでね、こう関節が痛くなっちゃったとか、昔怪我したところが痛くなっちゃったとかね、そういう方もいらっしゃるし、それから、俗に夏風邪ですよね。結構夏風邪ひいてらっしゃる方います。それで実は知り合いが、コロナかしらって熱が出ちゃってって言って、薬局に抗体検査がありますよね、キットがね、あれがね売り切れたんですって。ああそうね、これだけね蔓延してくると、ああいうものもとりあえずまずあれで調べてみようかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないし、それやこれやでだんだんとこうそういうチェック機能か、あるいはチェックしてもらうところとか、病院に入れるか入れないかとかね、ホテルでっていうのがありましたよね。ああいうのどうなってるのかしらとかね、そういうことが少しずつ不安になってくる時期でもありますよね。ちなみにですね、今日はびっくりとしました。東京は2万人超えでした。でも東京の上手を言ってたのが大阪ですよね。大阪も2万人を超えて東京よりもちょっと多いんですよね。それからあれですよ、横浜神奈川県も1万人超えで、
あの名古屋のとこですね、愛知県かな、あそこは1万人超えてたと思います。確かもうね、こんなのでもう1万1万って計算してたらば、もう10万なんて簡単にもう超えてしまいますよ。福岡が9000、ほぼ1万ですよね。なんかね、これどうしましょうね。音楽プロデューサーのね、若い方が急変して亡くなっていらっしゃいましたけれども、ニュースでちょっと見たんですけどもね、自分はこうはならないってね思うのは間違いかもしれませんよね。気をつけないと、大切にしないとではなくて、やっぱり予防策はちゃんと練っとかなくてはダメだなって思うんですね。その音楽プロデューサーの方は、予防接種してなかったということだったらしいですね。嫌だ嫌だと言いながら予約して3回打ちましたけれども、まあ、それもそれなりにね、多分効果として上がってるものがあるのかなとちょっと思いながらね、まあ、もしかかったとしても重症化しない方向にあればいいなと思ったりもしてますけれども、まあ何度もじわじわですよ、何でもね。クーラーのかけすぎで風邪をひかないようにとりあえず注意しなきゃなって思ってますけどもね、結構外でね咳をされてる方がたくさんいらっしゃいます。思わずね横にいらっしゃるとね、お店を出てしまったりするんですけれどもね、まあ皆様そうじゃないかなと思いますね。はい、ではコマーシャルです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ですね、今朝ですよ、以前ちょっといただいた美味しいじゃがいもね、畑で作られたじゃがいもなんですけれども、いただいたのがありましたので、あと少しだったんですけれども、それとちょっと足して一気にね、じゃがいもをね、そう15個くらいかな、剥いたのかな、剥いたっていうか洗ってからですね、ポテトサラダを作ったんです。ボウル一杯できました。きゅうりも3本ぐらい入れて、玉ねぎも1個ですね、それから卵、ゆで卵4個、美味しかったですよ。あ、まだね、あったかいうち食べちゃったのでまずかったんだけども、まずかったか、失敗ですね。冷やしてからやっぱり食べた方がいいですね。でもね、待ちきれなかったんですね。それで朝ごはんに、ポテトサラダを食べたんですけれども、いいですね。こう、手間のかかるものを作る楽しさっていうのはありますね。やっぱりグラタンとかもそうでしょ。やたらと手がかかるというね、ベシャメルソースみたいなのね、作んなきゃいけないしね。ホワイトソースか、あれもそうですよね。まあちゃんと作ったら大変だけども、あれはもうね、缶詰買った方が便利で美味しいしいいですよね。ダマになる心配もないしね。まあちょっとだけ省きながらも、でもね、ポテトサラダの場合はね、マヨネーズを自分で使わない限りはね、大体ほぼ全部簡単にうまくいきますよね。マヨネーズ作るの実は好きなんです、私ね、それ上手なんです、実は。卵の黄身と、ニンニクのすりおろしたのとからしお酢で作るんですね。あと胡椒はたくさん結構入れますね。それであとサラダ油でどんどんこうマヨネーズ化していくんですね。あと卵の黄身です。私1個しか使いませんけれども、十分それでいけますね。美味しいものを作ってる時のね、幸せとっていうのはね、ないですね。もうポテトいじってる時からしても幸せですからね。塩たっぷり入れたお湯で湯がいて、チンをしないところがいいんですね。お湯で茹でて、その間にきゅうりとか玉ねぎを切ったり塩もみにしといたりすればいいですからね。夏のプチ楽しみですね。ちょっとだけ手間のかかることをして、それで時間を費やして美味しいものをいただくっていうのはいいですよ。はい、ではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたしました。